マンボウはこのゲームを通じてなんてことのない理由で死んでしまう魚としてよく知られるようになりました。生まれたばかりのマンボウを育てていると様々な事件が起こるのですが、目の前で仲間が死ぬのを見てそのストレスで死亡、クジラに会ったら意外と大きくて死亡、水が冷たくて死亡、朝日が強烈すぎて死亡、こんな他愛のない理由で死んでしまうのです。この程度のことで死んでしまうため、マンボウはガラスメンタルの持ち主だというイメージを持たれるようになったのでしょう。実際に日本のある水族館の飼育員は、世話をしているマンボウたち、それぞれに同じ量の餌を食べさせるため、一匹ずつ顔を確認しながら餌やりをしているそうです。それでも食が進まないマンボウには、飼育員自らが水中に入って食べさせるデリバリーサービスまでしてあげるんだとか。餌にもありつけないようなマンボウを見ると、本当にちょっとしたことで死んでしまうゲーム内容の通りだという印象を持ってしまいますが、実際の海ではどうなんでしょうか。これはマンボウが海上にプカプカ浮かんでいる姿を下から撮った映像です。死んでるんじゃないかと誤解されそうですが、これはマンボウが日光浴をしているところです。低温の深海に潜って冷えた体を温めるための行動なのですが、この時カモメやアホウドリがマンボウの体に乗っかってきます。そしてマンボウをつつき始めても死んでしまうどころか気持ちよさそうにしていますね。実はこれ攻撃しているのではなくて、マンボウの体にいる寄生虫を食べているんです。鳥たちは餌にありつけて、マンボウの方は掃除してもらえるので、お互いウィンウィン、一石二鳥。実はマンボウの目や皮膚、内臓などにはなんと50種以上の寄生虫が住んでいて、水中では小魚がマンボウの体にいる寄生虫を食べてくれます。もしこれが私たちのイメージするような弱っちいマンボウだったら、飛んできた鳥と目が合って死亡、小さい魚たちにいじめられて死亡となりそうなものですが、実際にはゲームのように簡単に死んだりはしません。つまりマンボウは厳しい海で周りにいる多くの生き物と関わりながらたくましく生きているのです。もしゲームみたいなガラスメンタルの持ち主だったら、マンボウはとっくに絶滅しているはずです。ところで水面に浮かぶ平べったいマンボウを見ていると、平らな石を横にしたような形に見えませんか。マンボウの学名はモラモラと言いますが、これはマンボウの引き手のない石臼のような姿から付けられた名前で、ラテン語で石臼を意味するモラからモラモラと名付けられたというわけです。名前ばかりでなくビジュアルもユーモラスで、何を考えているのかわからない顔つきに、体は魚の頭の部分だけみたいにも見えますよね。事実マンボウの尾びれは退化してしまっています。半人半魚の人魚姫でも尾びれを動かして泳いでいるのに、魚類であるにもかかわらず尾びれのないマンボウは一体どうやって泳ぐのでしょうか。一見何の関係もなさそうなペンギンをイメージしていただくと分かりやすいかもしれませんね。ペンギンの体を90度回転させると、マンボウが上下のヒレを左右に振る動作と同じような動きになります。マンボウはこの2つのヒレで推進力を得て前に進むのです。そして方向を調整するときは尾びれに代わって発達したかじびれを使います。陸上にも海中にも似たような体の作りをした可愛い動物がいるんですね。マンボウが不思議な姿をしているのは稚魚の時も同様ですが、見た目は成魚のマンボウとはかなり違っていますよね。ツンツンしたトゲは成長するにつれて消え、幼い頃にはあった尾びれも徐々に縮んでいって、おなじみのマンボウの姿になるというわけです。ところでメスの卵巣脳にはなんと3億個もの卵が入っているのですが、ほとんどは卵のうちに食べられたり稚魚の時に捕食されてしまったりして、大人になれるのはごくわずかです。この指先の点のように小さい稚魚があの巨大なマンボウにまで育つわけで、一体何を食べてこんなに大きくなるのか調べてみたら、小魚やエビのほか特にクラゲをたくさん食べていることが分かりました。
ですがクラゲは体の 95% が水で栄養分がほとんどないので、ここまで育つためにはものすごい量のクラゲを食べ続けなければなりません。マンボウが次第に成長して成魚になると、通常は体長3メートル、重さ1トンものサイズになるのですが、それよりもはるかに大きなマンボウが捕獲されることも珍しくありません。知れば知るほどゲームに出てきたマンボウとは随分違いますね。しかしまだマンボウについて多くの謎が残っているからか、間違った情報も非常に多いようです。今後もマンボウについて新たに解明されることは多いと思いますが、遭遇する機会が少ないので研究はなかなか難しそうです。科学者たちもまだ知らないことの多いマンボウについての新しいニュースがあれば、またココボラのチャンネルでお伝えしたいと思います。ココボラの神秘的な生き物の話はここまでです。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。